顔も分からん喋れるのそれあっ、あたっちゃんさんこれしゃ、喋れます後で外しますからやばいこれね、目の位置が全然合わない喋れないんじゃん目の位置が全然合わないやばいちょっと頑張れさ視力低下が参加ないう <laughs> ける正夜さん、よくこれで昨日頑張りましたね <laughs> そうなんですさあ、そろそろ始まりますよ とても暑いとても暑い皆さんこんばんはこの時間は台湾情報バラエティジャッパーベイのお時間です、えー、この番組は台湾大好き私、ゆうなーりんがお届けする 沖縄発台湾情報爆発番組です台湾のあれこれや魅力を万能発信していきますので皆さんよろしくお願いします番組を担当するのは私 MC ユーナーリンと鈴ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー暑い暑い <laughs> いやね暑いって何が暑いかっていうとい、えー、皆さんそうですよ今日10月31日は世間一般で言うと超 <laughs> 暑いんですか ハロウィンそうですハロウィンですよ。はい、ということで私たち MC2 人もですね本日は仮装してまいりましたええ今ラジオではねラジオ聞いてる方は全然伝わらないんですけどちょっと私の声がこもってるなって感じた方がいるかもしれないんですけど <laughs> なぜですかえっとマスクをしてるからです。何のマスクですかえっとわからないです。なんんここれ男男かマスクしてるるですけど、まあ、声はこもるわ えー、目が全然見えないっていう <laughs> でちなみにスーズが着てるのは何緑のうん緑の,物<体>緑の物体緑の物体何ですかアメーバアメーバ <laughs> アメーバ着たいね <laughs> はいえー、ガチャピンですはいガチャピンです、はい、まあね最近のね、うん、日本のハロウィンっていうのはこうコスプレをする傾向があるんだけどねえ

紀元前5世紀頃にケルト人が行っていた祝祭に由来するみたいですね。うん、で10月1日に古代ケルトでは暦が変わったので10月31日は年の変わり目、はい、だからそこで収穫を祝うとともに悪魔払いをするようになったらしいでこの日は祖先の霊に便乗し悪魔や魔女がやってきて災い災いをもたらすと言われてたようです。 だから現在のような形になったのが19世紀の後半で移民とともにアメリカに伝わったこの祭りを子供が大変怖がったため子供も楽しめる行事に変化していきましたというふうにあるんですけどじゃあなんで仮装をしたかというとこのまあハロウィンには悪魔とか魔女がやってくるから身を守るために仮面をかぶったり防御なんだそそそうそうそうわざとこっち側からお化けの格好をして。 寄せ付けない寄せ付けないっていうのが本来のハロウィンなんですけども日本ではなぜか知らないけどそれがガチャピンになっちゃったっていう私だけじゃないはずよガチャピンは結構人気なんだよ誰も来てる人いなかったでも今回は今回わかんない毎年どんなのかは知らんけど去年うちでいた特売やった時はスタッフでガチャピンしてました顔も緑にしてへえ ガチャピンはちょっと女性に人気かもしれないそうなんだね。可愛<で>い,いからね。ちょうどあのツ,ツイキャスに空軍一号さんが、うん、台湾では犬もコスプレされますってちょっと友達に聞いたんですよ。うん、あのハロウィンってどんな台湾でって。そしたらまあ日本ほどのことはしないかなっていうふうに来て、うん、まあ子供がやる程度っていうふうな答えが来て。 だからごく一部のイベントで仮装するぐらいかなと日本みたいにあんな大々的にやることはしないそうですう、ねうん、台湾ではちなみに台湾では、えー、っと一万の万に聖人あのキリストとかの聖人の聖っていう字聖、うんはい、っていう字に「説」って書いて書,く書きます、えっと、ハロ万、はい、っていう<ー>いう言い方をします。 あのこっちにも書いてあるんですけどでもあんまりなんか台湾はハロウィンのイメージがないかもそうですね<も>あまりハロウィンのイメージはなくて、うん、まあちょっとハロウィンしようお店をハロウィンしようにしたりとかお菓子をハロウィンみたいにするぐらいですね。なですよ。うんはい、ということで本日はハロウィンということでまあハロウィンといえばお菓子、うん、ということで今日は台湾のおいしいお菓子のお話をしようかなと。 はい、お店だったり、台湾のお店で売られているスーパーで売ってるお菓子だったりお土産とかの話をしようかなと思っておりますうんうん、うん。ハロウィン専用のお菓子はないの？台湾にはないか、うん？ないですね。パッケージがハロウィンとか。あ、そうぐらいです。ぐらい？ぐらいですああ。そうなんだ。一緒だねじゃあね。はいえー、っとですね。それではこの番組ではメッセージやコメントを募集しております。台湾についてのエピソード、台湾についての疑問質問、台湾に関することなら何でもオッケーです。 メールアドレスは 797-FMGINOWAN.com797-FMGINOWAN.com です。この番組はユース TREAM やツイキャスで映像と音声を配信しております。f m ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイキャスは Twitter とも連動しておりますのでたくさんのツイートお待ちしております。そしてリスンラジオでもラジオと全く同じ内容で配信しております。 お使いのスマートフォンのアプリストアからリスラジと検索してダウンロードしてくださいねそして、えー、オープニングに毎回紹介しておりますが本日の1ニュー台湾ドルですが3.328円となっております、えー、前回が3.288円だったのでちょっと値段が上がっておりますので、うんまあ、1ニュー台湾ドルの値段が上がるっていうことは日本人にとってはちょっと損をするという。 なんですけども、まあ、それでもまだ3円に近い値段ですので、うん、台湾旅行、チャンスですよ。はい、ちょっとね、そね、はい。えー、っと呼吸が荒くなってきたので、うん、マスクを取りたいと思います。それでは皆さん、ちょっとお聞き苦しい声だったんですけど、ここからもうクールボイスに変わりましたのでと、はいえー、ということで。<laughs> 本日の1曲目はですね、まあ、お菓子お菓子って言ったら甘い、うん、甘いっていうことで「ワン森林のハニー」っていう曲をお書きしたいと思いますそれではあ<し>それではお届けします「ワン森林でハニー」です 暑いやばいい,いやいやいやどうですかあ上野さん鹿児島からハイサイこん,こんばんはガチャピンかわいいって来てますよ。すごい。よかったっすねガチャピンかわいい。まい。暑い。答え あ、こっち、こっちは読みやすいよこっち読みやすいあとこっちも読みやすいお菓子のネタでしょこっちも読みやすい <laughs> こっちも読みやすい猫あ、これがいい、面白いあ、超すごいこっちも読みやすいじゃあこっちは違うこんなにいっぱい入るのよし、三三でいきます分かったはいペンがないえ 携帯も持ってきたはず…あ、持ってきてる松屋さんからスマスマにユーミン出るよってきました今日はい,あ,、まあ、いあ、今日出るよ、出るよ聞いてます、録画描くしてるんでじゃあ大丈夫なんだよ、はい、なんかね、ここに傷があるんですけど全然ついかつだったら分かりづらいか,ららかないこれが被ってるの、うん 毎度番組これ。 番組恒例、CM 中は、次の準備をするという。<laughs> あ、大塚ひ二さんが、ガチャピン級と D はゴリラではなくムックがあったら良かったですね。沖縄行列、日曜ではないのですね。関東では日曜でした。あ、埼玉にいざしから追加してみてます。ありがとうございます。また、ラジオ本番でもコメント紹介したいと思います。 としては、たんと、とりあえずニュースを読んだ後に、今日紹介したニュースを振り返りみたいな感じで。やりたいと思います。日付の若い方から紹介してもらっていいですか。日付の若い方から。

まもなく十三分を回るところです。この時間は、台湾情報バラエティジャッパー・ベイをお届けしております。さて、この時間からは、台湾ニュースヘッドライン、略して TNH の時間です。このコーナーでは、前回の放送から本日までに、台湾だったニュースを、私、ユーナーリンが独断と偏見でチョイスし、ご紹介いたします。えー、傷口が痒いです。あの今、さっきまでですね、お面と被ってたんですけど。 ちょっとねどうしても蒸れますのでお面を外させていただいたんですけど、まあ、ツイキャスをご覧の方見えるんですけど傷のねメイク、まあ、シール貼っただけなんですけど、まあ、なんせ、まあ、100円なんでちょっとかゆいです。はい <laughs> というのはさておいて。 えー、ツイキャスにコメントが来ております大塚健二さんからガチャピンキュート D はゴリラではなくムックがあったらよかったですねって沖縄は行列日曜ではないのですね関東は日曜でしたあ埼玉県新座市からツイキャスで見てますとコメントありがとうございます昨日う茶炭の方ではあったのかな実はですね昨日まああのー、こっちここにいるスーズーに誘われて、うん 沖縄ね、基地の中、基地があるんで、基地の中でハロウィンのイベントをやってて、うん、お化け屋敷に行ったんですよ、行った。まあね,ね、がっちりとした仮装をして、なんかアメリカ人の方ってすごいサービス精神があって、このお化け屋敷に入る前に並んだんですけど、うん、この並ぶ間もちょっと脅かしてきてくれたりとか、だいぶね、うん、サービス精神がありすぎなぐらい。うん 本当にハッピーハロウィンでしたね超楽しかった、うん、<laughs> ではでは台湾のニュースを紹介したいと思いますじゃあまずは私の方からご紹介します、えー、台湾新幹線が上場創立20年目の新たなスタート台北27日中央フォーカス社です台湾高速鉄路高鉄新幹線が27日台湾証券取引所に上場しました 前身の台湾高速鉄路企業連盟1996年11月,月に設立を含めると創立から20年目での実現で鋼鉄の孔、えー、会長は上場は新たなスタートを意味するものだと語りました、えー、鋼鉄、まあ、中国語で言うとガオティエの建設は2000年3月に着工 同年12月には日本の新幹線システムの採用が正式に決まり全線開通は7年後の2007年3月で主要都市は北部台北と南部高尾を約1時間半で結びました近年は巨額の累積赤字により経営破綻の危機に陥っていましたが昨年財務の立て直しを行い原資と再増資を得て黒字転換を果たしました、えー 続いて、蔡総統もエール、台北でアジア最大規模の LGBT パレード、台北29日、中央フォーカス社です。台北市内で29日、性的少数者、LGBT らによるパレードが行われ、小雨の降る中、参加者らが性別差別の撤廃や権利の向上、同性愛への支持などを訴えました。 パレードは2003年から毎年10月の最終土曜日に開催し、当初は500人程度のイベントでしたが、現在ではアジア最大規模となっております。主催者発表によりますと、昨年の参加者数は約7万8000人で過去最高を記録し、今年は8万人以上に上ると見ております。えー民進党のサイズ 英文総統は29日午後フェイスブック上で全ての愛は平等などとコメントし昨年に続いて同性婚に対する指示を表明しました24日には同党の立法委員が同性婚の合法化につながる法案を提出しておりましたまた性,的性転換手術を受けて女性となったインターネット起業家東宝氏が1日入閣を果たしておりますそれから 続きまして人とたえさん引き続き台南,し台南市親善大使に観光振興に貢献え台北31日中央フォーカス社です台南市政府は30日女優で作家の人とたえさんを昨年に引き続き台南市親善大使に任命しました同市観光観光領有局の 王寺市局長は、羅清徳市長に代わって、任命書をヒトトさんに授与し、台南の観光振興に対する貢献を表彰しました。ヒトトさんは2015年10月に同志親善大使に就任、日本で講演会を多数行うほか、自身の SNS でも台南の魅力を発信してきました。また、就任前の2014年には、私の台南、本当の台湾に出会う旅を発売しております。 えー、王局長は人とさんの本を見て台南を訪れる日本人観光客が多いことを紹介し、今後も人とさんをと通じより多くの人に台南を知ってもらえればと願っております。えー、じゃあ続きましてスーズーの方からお願いします。はい、いきます。えっと東京が一番人気、台湾人の観光旅行先ランキング2位、ランキングで2位は大阪です。台北26日中央車 旅行検索サイトのスカイスキャナーが発表した2016年版台湾の旅行者に一番の人気10都市で1位が東京となったことが分かった2位は大阪で根強い日本人根強い日本人がん人気が裏付けられているで3位以下が韓国ソウルと上海 沖縄、シンガポールバンコクマカオロンドンとなっています缶、はい、から頭が抜けなくなった猫消防が救出鍵30日中央車鍵券30日午前缶に頭を突っ込んだままの抜けなくなった猫が見つかりました消防隊によって救出される騒ぎがあります猫には怪我がなかったと見られています 猫は、猫は暴れるぐらいすごいあの暴れてたみたいなんですけど工具を使って3人がか,かりで慎重に缶を切り開いたそうです。ただ、猫は自由になるやいかやその場から逃げ去るように立ち去ったとニュースがあります。大丈夫、はい、続いて、台湾北部、今夜から来月3日までひんやり。 台北,31日中央車北東の風が強まる影響で台湾北部は31日夜から気温が下がる見込み最低気温は20度を下回る可能性もあります来月1日から3日までは最高気温が北部で23度から25度。 北東部で22度から23度までしか上がらず、比較的涼しくなります。以上です。以上ですか。はい。はいえー、それでは本日のニュースでちょっと気になったところをプラスアルファとしてちょっとご紹介したいなと思います。僕がですね、まあ今日紹介したニュースで、うん、例えば台北アジア最大規模の LGBT パレードっていうふうなニュースを紹介したんですけど、台湾は 比較的、まあ他の地域に比べて、要するに同性愛に対してすごい寛容な地域なんですよ。うん、日本人じゃ多分考えられないような感じで、普通にその同性のカップルが手つないで歩いてたりっていうのが、もう普通に本当に見れて、でここでなんですけど、まあ、その台湾をよく知ってる人だったら知ってると思うんですけど、台北には、この,ゲイの集まるる場所があるんですよどこですか 一番有名なところが228和平公園って言って台北駅からちょっと行ったところにありまして和平公園この228和平公園はもともと歴史的に228事件っていうのがあって、うん、でその228事件の舞台になったことをまあ記念して228和平記念公園ってなってるんですけど、うん、ここ夜ゲイが集まるっていう噂がちらほらと。うん、なので夜は あまり男性の方通らない方がいいっていう噂をよく私は耳にします通っても何もないんじゃんまあ何もないですけど、うん、あの沖縄でいうとよぎ公園みたいな感じですよ出会いの場所でしょまあまあまあ多分だと思いますよ、うん、でそれからあのシーメン西門町に、うん、あのレンガ建ての建物があって日本統治時代にできたあっちの奥かも5時以降には行くなって言われてるんですよ えー、言っちゃだめなんだ言っちゃだめではないんですよだから芸、うん、のたまり場っていうそうなんだそうそうそう、まあ、台湾知ってる人だったら知ってるだろうっていうちょっとした情報でした、うん、<laughs> で人と多江さん人と多江さんはまあ皆さんご,じんご存知人と洋さんのお姉さんなんですけどもそうなんだまあ人と洋さんまあ皆さん知ってるかなちょっとわからないんですけど実はお父さんが台湾人なんですようん、うん、顔ってて書いて 言って読むのかなあので、まあ、結構資産家みたいなんですけどもでその,あの人と養んのお姉さん、え妹かなお姉さんかなが人とタイさんなんですよっていう話はい、<laughs> です。なんか個人的に気になったニュースはありますか私ですか。はいう だろう特にないということで、はい、本日のあそう、あのー、今はねツ、ツイキャスで空ー・グー1号さんから、台北駅から田尾園空港に行くバス停も場所変わりましたねってあるんですけど、これ、実は。 今日番組最後にですね台湾観光情報局のところでご紹介しようかなと思って後回しにしたんで具体的にどこからどこになったのかっていうのは後で番組の最後にご紹介したいと思いますそれでは以上あの台湾ニュースヘッドラインでしたそれで,それでは2曲目お届けしたいと思います、えーっと最近 妊娠が発覚した SHE のエラなんですけれどもその SHE の曲で Zong h 中国話っていう曲ですあっち脱ぎますしかも傷口がかゆい,い私あ。両面テープが安いものなんでかゆいですこんなに暑いと思っけ <laughs> 最初に台湾のスイーツを紹介しますでその後にそっちの中でお菓子入っているので,でお土産<う>こ,これ紹介します溶けてるよ溶けてるようじゃないんですよこういうものなんですよ、うん、溶けてないのそうですそういうものなんですだから後で紹介します これはえー、と牛乳糖っていう牛ナイタオフっていうやつでこれにはーパーシュンが入ってますでこれはパイナップル的応援数ですでまあとまで紹介するんであもうこれ下置いてていいですよ多分あとで取ったらガサガサって入るの音が入るんであとで,で紹介するんでこれが あのビルハイのケルビンとウーズ、それから S F4 のウジェンハを、うん、あのバネスが共同経営しているパン屋さんで買ったトゥーフォンンですンス、うん、またご紹介します。うん、いやーしかし台湾好きにはたまらない情報を伝えいっぱい届します。暑い熱い,熱い の写真幸せそうな写真だ大丈夫？<え>写真が幸せそうだなって。<れ>変な顔のやつ。あ自分の話自分の写ですよ。伝わらない。伝わらない。<laughs> ラジオあのツイキャスの方に伝わらない。それ。やっぱ痒い。どうしたらいいですか痒いっす撮ったらいいじゃないですか。いやだめだん。なんで？プライドで。はい 結局変えたんだよ。うん、昨日結局変えた、みんな怒って。<laughs> 何のために五百円。あ、っち結局だからだ、ね。だから、ちょいよく帰るの早って思って。いや、他の人が。帰る。だから、もう、結局下地に送らないといけないじゃないですか。でも。あっていう顔してた、二人と。二人、え、帰るのみたいな。違う。あの風景みたい。あと。あうんうん、これ、まずいと思った。うん 私私何もででききないいいいいと思う、まあ、おいおあいあののは馴染んだんだだけど<ん>あの後結局友達がいっぱいできたあ<の>居酒屋の方々とか、うん、いいですいません。のプライベーーね、昨日ちょっとハロウィィンパーティーを 終えた後にハロウィンのイベントやってるって言ってバーに行ったけど早く帰っちゃってっていう話をしてたんですけどすいませんこれで後で発生会は後で、はい、<laughs> 話すとして <laughs> すいませんいえいえ皆さんハロウィン何しましたかハロウィンハロウィンとヘロインってちょっと似てますよね。

感じているリスナーの方も多いんではないでしょうかではそろそろ CM 開けますので何やってる後で反省会 <laughs> こ,こ来てる 遅刻は午後10時29分を回ったところです。この時間は台湾情報バラエティジャッパーベイをお届けしております。それでは本日のメイントピック、えー、トリック・オトリート、台湾おいしいお菓子の話です。イェイまあハロウィンって言ったら今はね、仮装っていうイメージがあるんですけど、うん、でもやっぱり子供ながらにしてハロウィンって言ったらお菓子だろうと。そうじゃないうん。 でしょだからやっぱりね、うん、おいしいお菓子はねまあ子供だけじゃなくて、まあ、若い女性からあの年老いたおじいちゃんまでみんな多分お菓子は好きだと思いますよ。そうですねということで今日は台湾のスイーツと台湾のお菓子をねちょこっと紹介したいと思うんですけどやっぱり台湾あのグルメなあの国っていうだけあっていっぱいあるんですけど、うん、それこそ先週かなタピオカの話したじゃん。 タピオカミルクティーもスイーツの一つですよタピオカそうだねあれあれ配れたらいいよね <laughs> あ一個一個1個タピオカ1個配られたタピオカ1個トリックはトリックって言ったらタピオカ1個ポンってな <laughs> かなり安上がりかなと違うで他にもいくつかあるんですけど、うん、まずはですね台湾のスイーツもう普通に屋台とかで食べれるようなスイーツをちょっとご紹介したいと思いますえ、はい、まず一つ目ドーハー わかります豆腐っていうやつ,やつ豆に花と書いて中国語で豆腐っていうんですけど、うん、これどういうお菓子かってお菓子っていうかスイーツかっていいますと豆腐をベースとしてだから豆腐って大豆じゃん大豆を煮詰めて豆腐っぽくしてちょっとこしたやつうん、うん、まあイメージとしては絹ごし豆腐みたいなやつにうん、うん、このいろいろ。 あのピーナッツタロイモとか小豆とかをトッピングして食べる、うん、甘いシロップをかけて食べるのがドーファーってやつなんですけどうん食べたことあるドーファーあると思います。あると思いますか、うん、僕はね実はねドーファーは作ったことはあるんですけど食べたことはないんですよ。これねあの女性の方必聴なんですけどうんあのヘルシーなんですよ。 大豆だから味ないよこれそう味はないんでから甘いタレとかトッピングで楽しむんですけど台湾スイーツって結構ヘルティーなものが多くてヘルティーなものが多くてあのドーファーもね結構ヘルティーなものなんですよだから女性の方はですねあのドーファーおすすめです美味しいと思うこれ美味しいですよ美味しかったはず 惜しかったはずなお互い,、ね、お互いドーファーの記憶がないっていう <laughs> ドーファーでこのドーファーメイっていう、うん、あの女優さんがいるんですよ台湾で蔡鳳ホワン・ルーさん,そうなんだドーファーメイさんはこのドーファーを売っててあまりに可愛すぎるからスカウトされて、まあ、ドーファーメイドーファーの妹、まあ、ドーファーの娘っていう意味ですね、うん、だからつまりりドーファ売りの子が ななんんと女優さんにっっっちゃったっていう,うで実はこのドーファーメイ私一回やってるんですよ。<ー>あったんですよ。あの僕があの大学の時にそのいた学生団体で交流会が台湾であってで観光してたんですよみんなでその団体で台湾を観光しててでそこでなんとドーファーメイが撮影しててーなんとドーファーメイ知ってる後輩に「おいおいドーファーメイいるぞ」 っって言って言僕は実を言うとドーハー名そんなに知らないんですけどその時もかからなかった、まあ、知ってはいたんですけど、うん、顔も知っておいてあれドーハーメイじゃないかと思って、うん、台湾人に聞いたら「ドーハーメイだよドーハーメイだよ」って言ってあ僕は、まあ、ミーハーだから単に有名人ぐらいな感覚で別に彼女の曲とか作品は知らなくてうん、うん、でその後輩を「ドーハー名いるぞドーハー名いるぞ」って言って呼んで。 まあ後輩は写真を撮ってたんですけど、うん、僕はちょっと写真撮る撮れなくてタイミングを逃してしまってこ、うんちきちょうっていうエピソードがございます撮っとけばよかったね。っていう、はい、<laughs> 話なんですけどで続きまして、えー、戦争ゼリー来<た>、まあ、仙台の仙に草シェ、うん、かなシェっていうゼリーっていうのがありましてこれは シソ科の植物を煮出して作る伝統的な漢方スイーツですねうん、うん、でこちらの方もあの苦さは控えめでこの戦争体の熱を取るんですよでそれからダイエットや美肌にも効果があるという言われててこの戦争もですね戦争自体に味がないので、うん、まあこのフル,フルーツというか それこそその小豆とかのっけたりとかトッピングをいっぱいしてね甘い汁をかけて食べるっていうのが一般的ですね黒糖,黒糖を溶かした汁にこれを入れると超おいしいおい、うんうん、しいんだこれね、うん、よく食べてる戦争ゼリーなんか苦そうだからちょっとまだチャレンジしてない,い全然苦くない,い全く味ないよそっかうん一生甘めのタレをかけてるゼリーみたいな、うん、あなるほど、うん、じゃあちょっとトライしようかな体にはいいからね 今ちょっとあ食べたいなと思ったあなた、うん、実は沖縄でも食べれるんですよあるねはいあのー、こちらから近くの普天間の方にあります一度ゲストに来ていただいたカレンファーレンの方でもですね、うん、この戦争ゼリーございますので気になった方はその戦争ゼリーちょっとチェックしてみてほしいんですけど私もね、うん、食べに行こうかなと美味しい今の話を聞いて。 ただお店によって硬さがあるあなるほど私は硬めが好きなんですね硬めの方が美味しいしかもただあの濃い濃いカフェのところはあるけどだいぶ柔らかい濃いカフェにもあるんだあるあるあるあの国際通りのところにタピオカミルクティーのお店濃いカフェっていうところがあるんですけどそちらでもあるある先生じゃあ飲んだって言わんかったいやいやいやあうんすが飲んだいやどうだろういったっけ あまあ、聞いたような気がする、うん、あそちらでも飲めるそうなので、うん、ぜひとも皆さん、この戦争体にも良くて、まあ、体の熱を取ってくれるっていうので<あ>ぜひとも挑戦、うん、してみていただきたいんですけどそして、そして、うん、やっぱり台湾といえばかき氷ですよね前回、も特集前回というか以前、特集しました台湾のかき氷。 別にまあ一番有名なのがシェーフアピンっていう雪のようなものなんですけど、別にシェーフアピンじゃなくても台湾のかき氷、いろいろあるんですけど、今回、ですねあの台湾の方にですにピンザンっていうお店があるんですよ。場所はですねえっとこれシュアニエンっていう駅があるんですけど、皆さん検索してみてください。ピン,ザン氷に、あのー 讃えるっていう参照するとかのさんって書いてピンさんっていうお店があるんですけどここね残念ながらですねもう先日この今年の夏だけしか営業してなくて今年の営業を終えちゃったんですけどこちらはですねえっといくらだったかな100元もしなかったと思うんですけど以下で美味しいあのシェファーピンが楽しめます氷はですねちょっとミルクの味がしても例えるんだったらミルクの味のする柿 あれ氷あれ雪を食べてるみたいそれの上にマンゴーと甘い甘いあのミルクがミルクのシロップが乗ってるんですよ練乳,練乳がイメージできる何、うん、かもう今口の中からちょっと練乳がじわじわ出てきたんですけどいや美味しいんですよ、まあ、もう残念ながらねもう今から旅行行,行かれる方はちょっと楽しめないので、まあ、シェイファーピンが いいたただきたい方はアイスモンスターっていうお店とかマンゴーチャチャっていうお店が台湾にございますので検索をかけてみてください。でそれからえっ、ー、とですねタンゆえんタンゆえっていうお湯にあの円円っていうのは1円2円とかの給仕体ですねって書いて タンユエ、えー、ンゆえんってちなみにないあどんなものかって言いますとですねか分かんないあの餅の中にごまのペーストがあるあ超美味しいこれあのねもう僕ね黒ごま大好きなんですよ美味しいよねでもこれ食べたことなくて存在っていうかどこで食えるかっていうのが分からなくてわかんない多分まあ<昔>調べたら出てくると思うんですけどちょっと私台湾に行った時にこれと遭遇できなくて もう見た途端絶対うまいだろうとお店で使ってたあのかつて営業してた、うん、かつて営業したてお店でマスーズの、まあ、両親がかつて沖縄で台湾料理や中,、うん、中華料理や中華料理屋を営業してたらしくて、うん、でそこで出してたありましたこれねこのこのタンユウエンは多分ね中国の食べ物かと思うんですけどよく自分で作って。 湯が,がいて食べてたうわーいいなーこれおすすめのお店とかも結構あるみたいなのでタンユエンちょっとってるところあるのかな売ってるところあるのかな台湾であ沖縄で沖縄でもしかしたらこの料理ごまペーストなので中華料理屋にもあるかもしれないですねうんなのでちょっとねあのもし情報がありましたら私調べてご紹介したいと思うんですけどあったかい、うん 甘めの左右の中にこれが入ってるわけ、うん、で甘めの左右も美味しいわけ、うん、じゃあごま自体がすごい甘いからごまってね美味しいよね美味しいよねあーもうごまっちゃう噛んだ瞬間ね、うん、ご,まごまのペーストがね出てくるんだよね中に超美味しいはいまあ簡単にですけど以上紹介したのがですね、まあ、台湾の有名なスイーツ、うん 夜市とか屋台とかで食べれる台湾の有名なスイーツを紹介したんですけどうん、うん、でここで台湾に行かれる方にちょっとチェックしてほしいお店がありまして宮原眼科という名前のお店が台中駅の近くにございましてまあ宮原眼科眼眼眼科眼科科って思いましたよねそうです眼科と思ったあなた実は宮原眼科っていうところはですね日本統治時代の病院 を修繕して2012年にオープンしたスイーツショップなんですよ。<ー><で>お店の名前がそれなのそうそうそう宮原眼科、えー、ゴン・イワン・イエン・カーっていうそのまま使ってるんだそうそう建物をそのまま使ってちょっと中をアレンジしてイメージとしてはですねあのハリー・ポッターに出てきそうな雰囲気なんですよ。<ー>でこの宮原眼科ですね有名なのがアイスクリームなんですよ。いろんなアイスクリーム あの50種類以上のアイスクリームがあってそれをテイクアウトできるみたいなんですよ。このカップの中にアイスクリームをこう入れたりとかできてこれがねすごい有名で非常に並ぶみたいなんですよ。でここまあスイーツなんでお土産も買えますねパイナップルケーキだったりとか蝶々の形をした蝶々パイとかいろいろあるみたいなんですよ。でそれからタピオカミルクティーもここで売ってるみたいです。 この宮原眼科ですね、うん、あのアイスクリームだけじゃなくていろんなスイーツが食べれますので台湾独特のスイーツというよりかは、うん、まあ普通のアイスクリームとかなんですけどもちょっと独、まあ、台湾オリジナルというかそれこそドラゴンフルーツのフレーバーだったりとかマンゴーのフレーバーだったりとか、うん、あのアイスクリームの上にパイナップルケーキを乗せることができるとかちょっと日本のアイスクリーム屋さんとは違った角度で。 スイーツを楽しめるお店となっておりますのでこちら台中駅の近くにございますので宮原眼科さんまあ、眼科じゃないですかね最初友達から台中行くんだけどどこがおすすめって聞いた時に宮原眼科いいよって言って僕眼鏡じゃないんだけどなって思ったけどまあ、実はこの宮原眼科名前に印象的なんですけども、うん、スイーツの。 食べれるお店ということなのでここね多分台中に行かれた方はぜひともチェックしてほしいなって私もね体中次行った時は絶対行こうと思いますちょっと並ぶみたいなんですけど多分並ぶ価値はあるかなと女性の方とかも必見だと思うんでぜひとも宮原眼科台中に足を運んでみてはどうでしょうか以上まあ台湾のスイーツをざっと紹介したんですけどもここからはですねちょっと台湾の お土産と台湾のスーパーで買えるお菓子を私ユーナーリンセレクトで紹介したいと思うんですけどあのカメラツイキャスをご覧の方はこのスーズの前にあのジャコランタンのジャックオランタンの容器があるんですけどこの中ちょっと浅くってみてジャコランタンこれこれこれかぼちゃ<え>かぼちゃのお化け。 ジャックランタンがあるんですけどこちらの方にですね実は私お菓子の方を入れてきたんですけどちょっとすくって取ってみてはい出てきましたあい待って待って一個一個って取ってりあえず一個はいはい分かった一個出てきたはいこちら今手にしているものは何ですかはいあの喋、ー、ってください見え,見えます<何>これは何でしょうか何ですかゴールドのケースに入ってるけど、えー、はいこちらですね あの日本台湾を旅行した方は大体知ってると思うんですけどパイナップルケーキですねはい今中開けてるんですけどこれ実際最近友達からもらったんで中身入ってるんですけどパイナップルケーキがまあお土産の定番で、うん、まあ中には台湾人はパイナップルケーキは食わないんだとかっていう人もいるんですけどでもこれ美味しそうあれでもパイナップルケーキそんな好きじゃないよね好きじゃないけどこれ美味しそうこれ美味しそうのケーキみたいパイナップルケーキ 本当にね、お店によって味が全然違うんですよ。あの生地がちょっと固めでクッキーに近い感じだったりとか、もうちょっと柔らかかったりとか、パイナップルケーキはどんな味かって言いますとタルトの中にパイナップルをペーストしたジャムっぽいものが入ってるんですよ。固形のパイナップルが固形でもないね。ちょっと固形。ちょっと固形か。 プルジャムよりちょっとの固めのジャムっぽいのがゼリー,ジェリーみたいな感じのものが入ってるんですけどパイナップルケーキとっても美味しいんですよ。これ美味しそう でこれはまあ友達からもらったやつなんですけどパイナップルケーキまあさっき言ったんですけどいくつか種類がございまして、うん、でそれ以前にですね実はパイナップルケーキってカタカナで書いてあっても注意してほしいんですよ日本人の旅行者の方には。実はパイナップルケーキ中国語で言うとフォンリンスっていうのとトゥフォンリンスっていう2種類がありまして、はい、え何が違うんだっていうとまあフォンリンスっていうのはあの風に風凰に 鳳凰の,の王に、えー、梨で、まあ、ちょっとすっていうかすみたいな字なんですけどって書いてフォンリンスっていうんですけどこちら普通のフォンリンスはですね半分パイナップル半分とうがんを混ぜたジャムを使ってるんですよ。とうが入ってるんが入ってるんですよパイナップルケーキと言いながら。えー、でこちらはちょっと甘めで。 トゥーフォンリンスす、まあ、さっき言ったフォンリンスに土っていう頭がついてトゥーフォンリンスっていうんですけどそちらの方はもう100%パイナップルを使ってて若干酸味が強いんです、うん、そっちの方が美味しそうですねあ<の>の台湾人はトゥーフォンリンスの方が好きっていう方が多いですね 僕はちょっとトゥーフォンリンスあの癖があるので、うん、ちょっと酸味も強いねでどちらかというと甘い方のフォンリンスが好きなんですけどなので台湾に旅行したときにパイナップルケーキ友達からもらって美味しかったから買おうかなと思ったときにこのバーコードというか表示を見てあパイナップルケーキってあると思って買ったらあれ味が違うぞってなる場合があるんですけどうん、うん、その場合はフォンリンスなのかトゥーフォンリンスなのかっていうのは確かめたほうがいいです。かか、うん、<で>か方法ととあるのえっとですねだから 今回パッケージ持ってきたんですけどこれこれどっちだと思う今回<土>あの、まあ、ラジオじゃ伝わらないんですけどツイキャスをご覧の方土がついてるそう土がついてるからこれはトゥーフォンリンスだから100%パイナップルを使ってるやつでちょっと甘くないやつ生地は甘いけど中のジャム自体があんまり甘くないやつなんですようそうそうまあここは一応パイナップルケーキってひらがなでは書いてあっ<や>でもい書いてあるかなあ書いてあるな 英語で「パイナップルケーキ」って書いてある,てある、ね、でも土がつくやつかどうかっていうのは分からないでしょ分からんそう分からないんで、うん、必ず買われる方は漢字,方いい漢字を見た方がいいですうん、うん、土ががついてるものがトゥーフォンリンリス。違和感がある土がついてるてこれこれ、うんまあ、ちなみに私が今手に取ってる空箱なんですけどこちらフェイルンハイのジローと、うん、あジローじゃないなフェイルンハイのウーズンとケルビンそれから F4 のバネスが共同経営してるパン屋さん、うん のトゥフォンリンスですはいどうぞどうぞ手に取ってみていいっすよなのでパイナップルケーキを買われる方はちょっとチェックしてほしいなっていうユーナーリーのプチ情報でしたじゃあ次いきますかまたジャコランタンの中浅くってくださいさあ何が出るかなトゥルル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 ル 白白いやつあ白いややつつ <laughs> <何>、ね、さっき、ね、溶,け溶けてるって言ったりしてカメラにもちょっと見せてもらってほしいんですけどこちらどういう感じに見た目はですねああチョコレートが溶けたみたいな見た目をしているお菓子を今スーズは手に取ってるんですけどこ,れだこちら牛乳糖っていうニューナイターって言ってあのフランスだとヌガーっていう名前のお菓子なんですよ。ヌガー えっとミルクキャンディーみたいな、えーっとね、このチューイングキャンディーハイチューのミルク味みたいな感じをイメージしていただければいいんですけどこちらは今回は中にピーナッツが入っているものを用意したんですけどこれも結構有名で、まあ、英語の名前だとヌガーって書いてあって。 これも種類がいろいろあるみたいですよ。コーヒー、ヌーガーだったりとか、こういう、まあ、牛乳の味が一般的なんですけど、こちらもお土産品店で必ずって言っていいほどお見かけするものです。売ってるかも、これ。売ってます、うん。食べたことある。美味しいっす。ちょっと思い出してきた。思い出してきた記憶が。よ、うん、ければ、開けてくってもいいよ。今いい,いいっすよ。いいよ今はで、あの味レポして。え、今、うん、味レポできる わかんないな,んないいやったことじゃあちょっと味レポしてみてくださいさあさあ今開けてるんですけど開けた感じどんなちょっと見た目は溶けて見えてるんですよいやでも意外にさっぱりしてる、うん、<laughs> そう開けたらそう意外にくっつかないんですよ見た目溶けてるからあ味じゃない そそうそうまあ,まあ牛乳糖だからちょっと見た目溶けてるなと思って「おいお前なんで溶けてるものあげるんだよちゃんとしたのあげれよ」って僕も言われたことあるんですけど実はこれ溶けてるものなんですよね見た目からうん味はどんな懐かしい懐かしいって、うん、でもね本当にちょっと魅力うんそう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 そナッツが入ってる感じうそうん、そうそうそういう感じっすよ今回はピーナッツがアクセントで入ってるので、うん、美味しい美味しいですよ、うん こちらもお土産としておすすめですのでもうパイナップルケーキは飽きたぞという方がいれば次回は2回目のお土産としてはこの牛乳とおすすめなのでぜひともこれおいしいおいしいっす <laughs> ちょっと有名なところで友達買ってきてくれたみたいで、うん、またねそのお店とかが何て言うんだろう今回は品物を紹介しているだけなので、うん、どこのお店がいいかっていう紹介ちょっと省略させていただくんですけど、うんまあ、お土産品店とかに行けば 必ずって言っていいほどありますのでまた気になった方はちょっとチェックをかけてみてください。うん、ということで、はい、本日のメインテーマは、えー、何でしたっけお菓子そうお菓子トリックは <laughs> トリックはトリとお菓子を紹介しました、うん、ちょっとね時間がなくて台湾のお店で買えるお菓子も実はあって台湾にしかないお菓子とかスーパーでしか買えないお菓子があるんですけどこれはまた次回に回すことにします。うんはい ということで「トリックオアトリート台湾のお菓子」の話でした、えーまあ、そろそろエンディングに近づいてまいりましたそれでは本日のエンディング、まあ、エンディングする時間っていつもないけどね、うん、今日はちょっと時間あります本日はですね あの先にイベント情報から告知しようかなと思います先週ラジオを聞いた方にはですね、うん、ちょっとだけご紹介したんですけど実は今沖縄市の方にですねあの有名なアジア最強の縁結びの神様と言われる月下老人ゆえ、うん、シャ・ローオレン ってていうのが来てるんですよ、うん、月下老人ちなみにこの月下老人っていうのはですね台湾にあります、まあ、観光スポットシャハイチェンホンミャオっていう場所がございまして、うん、あのディ・ファーチェっていうこの台湾のトンヤ街があるんですけどそこにこの月下老人ちょっとお寺みたいなところに月下老人存在してましてこの月下老人ですね 言わずと知れた縁結びのパワースポットで彼氏が欲しい人婚活中の人はもちろんのこと既婚者にもご利益があるらしいんですよねでで今回この月下老人がですねなんと沖縄市の方に来てるんですよ知ってた知らなかったニュースでちょいちょい紹介されてるんだけどそうそう、えー、でこの月下老人、えー、詳細はですね、えー、12月4日まで 沖縄にいいるみたいですね、うん、期間は10月24日から12月4日まで場所はですねコザ、えー、ゲートアパートメント沖縄市一番街内にございますで近くにはですね、えー、シアタードーナツという宮島健一さんがねあ宮島真一さんがね、うん、宮島さんが運営しているシアタードーナツっていうお店がございますであのゴ、ー、ヤバス停のすぐ近くですのでバスでも 行けると行けますので、あそこら辺ちょっと駐車場がないので、まあ、バスで行かれてもいいかなと。でなんまあ、時間があるので、時間は朝9時から夕方6時までですので、夜遅くにです、ねあのー、縁結びの神様に会いに行こうと思っても、縁結びの神様、閉まってますので、9時から18時の時間内にぜひとも皆さん、訪れていただきたいと思うんですけど、で11月3日は 沖縄こどもの国、12月4日は沖縄市民会館に出張予定ですので、まあ、詳細はですね、コザウェブなどあの沖縄市コザ観光ウェブサイトなどをチェックしてみてはいかがでしょうか。でそれからですね、えー、来週 11月13日日曜日にです、ね、アジアンルーツ略してアジルーというイベントがございますこちらのイベントはです、ねまあ、アジアンのルーツである港川原人が発見されたガンガラの谷で,です、ね、アジアの原住民とかが集まって音楽イベントを行うんですけどこちらの方にですに、ね、台湾の原住民アミ族出身のアヌーさんがいらっしゃいますのでまたまた来週ちょっと詳細をご紹介したいと思いますそしてさっっきちょこっと 空軍1号さんが話してくれたんですけど台北駅のタウユエン空港行きのバス乗り場がですね、えー、10, 日10月30日付でですね場所が変更されたんですよ。でもうね残念ながらエンディングの時間作ったはいいんですけどたぶん紹介する時間があまりないので、うんまあ、来週、具体的な場所紹介しようかな今日は一切話さないの今日はですねバス停が移動しましたよっていう。 あのね、多分まあ今からだと難しい了解ちょっと見せてあげて、ね、説明できんな、ね、い説明できないのでこ,<れ>こちらの方は来週ゆっくり時間を取ってご紹介したいと思いますいやもうエンディングに差し掛かっておりましたので本日のこの番組はここまでとなります、えー、お相手は MC ユーナーリンとすずでしたそれではまた来週も聞いてくださいバイバイありがとうございます さん、やっぱりいつも情報があっ、うん、あアップバッタ